とでは到底できない結論が AI だと弾き出せてしまう。人よりも高いパフォーマンスを、さらに人よりもコストをかけずに実現できる、まあ、AI を上手に使っている人こそですね、より良い仕事をしていくと。こんにちは、船井オンラインです。今回は AI を活用してウェブ広告や SNS 広告を運用し、集客数を増加させる方法について解説いたします。お教えいただくのは船井総研事業開発本部の沖山さんです。沖山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では AI やデータ活用が注目されている背景を教えてください。AI というとですね、2023年 の生成 AI の登場で一気に注目されましたけれども、我々ですね、アドテックウェブグループという部門なんですけれども、ウェブ広告にもですね AI を活用する場面はかなり増えてきているところでございます。今日ぜひですね、ご紹介させていただきたいのは、AI のお話になるんですが、その背景に、そもそもですね、日本の人々がですね、どうやって情報収集してるかというところが、まず根底にございまして、昔だったらですね、新聞とか情報雑誌で情報取得すると思うんですけれども、この10年、20年でですね、パソコンとかが出てきて、ウェブとかデジタルっていうのが進んで、今情報取得するというと、やはりスマートフォン、SNS を活用していくというのが一般的になっているかと思うんですけれども、そういったスマートフォンを使ってユーザーの皆さんが行動しますので、そういった行動がデータが取られてて、そのデータを活用するという側面と、そのデータに基づいてですね AI 等を使ってより良いマーケティングを実行していくと、そういったところが注目を集めているポイントになっています。データを集めているという点で、こうより効果的に運用できるのがウェブ広告や AI 広告なんですかね。そうですね、やはりデータを使おうっていうところについては、皆さんも共感していただけると思うんですけれども、それをこうどう使うかっていう時に AI を上手に活用することでですね、人で分析するとどうしても時間がかかってしまうとかですね、人では到底できない結論が AI だと弾き出せてしまうと、そういったところが AI と、ウェブ SNS 広告の魅力になっております。では具体的に SNS が使われる事例を教えてください。内総合研究所ではですね、相続でお困りの方々と、あと事業の先生方をマッチングするつぐなびというメディアサイトを運営していたりするんですけれども、そこでのちょっと活用事例をご紹介できればというふうに思っております。相続におけるお困りの方っていうイメージで言うと、なんとなくご高齢でとかですね、イメージはあると思うんですが、そういった方々ももう今はですね、隔てなくスマートフォンを使っておりまして、皆さんがご家族でコミュニケーションを取るときにも家族 LINE とかなってると思うんですけれども、こういった LINE に広告を配信するなんていうことをやっていたりします。なので、まず先ほどの話で言うと、日本中ですね、全スマホ世代なんていうふうに言われたりもするんですけれども、全ての方が SNS を使っていて、我々でいうところの、高齢者の方へ のメッセージ情報発信も SNS 広告 LINE 広告なんかを使っているなんていうようなことがございます。具体的にその相続の LINE 広告に関してはどのようなクリエイティブを作られているんでしょうか。はい、一般的にですね、 LINE 広告っていうとご覧になったこと多い方も多いと思いますし、あんまり意識しないとですね流れていっちゃうんですけれども、メッセージするですね上のところに出てくるような広告があったりとか、あとは LINE ニュースとかですね、そういったのをご覧になっているところに間にこうバナーみたいな広告が出てきたりします。デジタル広告が明るい方はお分かりだと思うんですけれども、そういったのを年齢に応じて配信する、我々でいうと40代から50代の方のアクセスが非常に多いので、そういった方への LINE の中で出ていくような広告を出していたりとか、あとは一度つぐなびというサイトに入ってきていただいた方、そんな方に LINE の中でもう一度つぐなびを思い出していただくっていうようなマーケティングの広告を出したりしています。ではこのような形で SNS 広告を運用されている事例もたくさんあるのですが、 AI を使った広告とはどのような広告なのでしょうか。本題の一つの AI なんですけれども、例えば我々が一番使っているのは Google 広告での AI 活用になっております。 AI 活用というと非常にですね大げさというか、非常にこうハードル高いように感じるかもしれないんですけれども、実は Google 広告の中のほとんどの仕組みの中に AI が使われております。そのいくつかちょっとご紹介できたらと思ってます、まず一つ目がレスポンシブ広告と
というのがありまして、運用されている方とか配信している方は皆さんご存知かもしれないんですけれども、あの Google などで検索したところに、あの上位にこうあの自社のサービスやプロダクトをあの宣伝する検索広告というのがありますけれども、その時にあの広告文をそこにあの設定することができます。これらを任意で複数登録しておくと、そのユーザーが検索した時に、あ、この人はこの文章とこの文章の方がご案内としていいなっていうのを、これまではですね、まあコンサルタントである我々だったりとか皆様が自身で設定してたと思うんですが、これをもう無限と言われるほどの組み合わせを任意に出して、パフォーマンスがより良いものをあの自動で出すというところが、まあ AI を活用されているところになってまして、意図せずあの使ってるなんていうケースもありますし、まあそういった AI による分析と AI によるあの配信というところはこれまで人ではできなかったことで、あの Google 広告の中にある一つの機能になってます。他に何か AI を使って分析がこう効率化できた事例はございますでしょうか？分析ももちろんなんですけれども、Google 広告の話を継続させていただくと、分析だけではなくて、より高いパフォーマンスに向けて運用するということもできるのが、あの Google 広告の AI のとてもいいところになっています。あのこの後2つご紹介できたらと思うんですけれども、1つは、スマート自動入札とか、まあ、そのまま自動入札と言われるようなものがありまして、あのこれは以前だったらですね、あの先ほども申し上げたようにこのキーワードにはこんな広告を出したりとかいうのをかなり細かく我々設定してたんですけれども、今は、そういったところを細かく設定するよりもですね、ある程度 Google が、シグナルっていうですね、そのユーザーに合わせた、この人ってどんな時間にいつもあのスマホを見てるんだろうとか、あとは通販のサイト見るんだけど絶対買わないよねみたいなこととか、あのそういった一個ずつ細かなシグナルを Google が AI で判定して、まあ、こういった広告をこの人には出そうっていうのを決めるんですけれども、まあ、そういった入札の細かなところを AI が設定してくれるところであったりとか、あともう一つはパフォーマンスマックスで PMAX 広告なんていうんですけれども、その名のごとくですね、例えば検索広告、それからバナー系の広告、あとは最近だと動画の広告なんていうのを、まあ我々コンサルタントがこう出し分けて今まで使ってたんですけれども、これももう Google が全部最適に回してくれますということで、あの配信してくれる機能なんかもありますので、あのもちろん一個ずつ見ていくということも非常に重要なんですけれども、あのある程度やっぱり人が時間やお金をかけてやっていくというところが AI で自動化できることによってですね、人よりも高いパフォーマンスを、さらに人よりもあのコストをかけずに実現できるみたいな機能がございますので、こういったところが Google 広告の AI 活用のですね、あの非常に魅力的な機能になってます。自社で広告を運用しようと思った時に、例えばこうマーケティングに強い方とか専門の方がいなくても PMAX 広告などを用いればどの方でも運用しやすいということでしょうか？はい、実際に我々のコンサルティング先のお客様でも、あの自社であの初めて Google 広告をやる方が使われているケースもありますので、それで言うとパフォーマンスマックスの PMAX 広告が出てからは、あの非常にこうハードルが低くなってますし、何よりもできるっていうだけじゃなくて、あの成果が出やすいっていうところも魅力になってます。他、今 Google 広告の場合ですと AI を活用した広告の運用の仕方がたくさんありますが、 Google 広告以外も Yahoo 広告など他の LINE 広告とかでもそういった機能あるのでしょうか？今日あの Google 広告メインでお話ししましたけれども、あの各媒体ごとにプラットフォームがですね、あのたくさんのデータを持ってますので、例えば自動で今の設定に対して拡張しましょうみたいなのが AI によってレコメンドっていうのはおすすめですよということでされたりするような機能がたくさん充実してきているので、複数の媒体をあの AI を上手に使って業績を上げられている企業さんも増えていらっしゃいます。まず行いやすいので言うと Google 広告がおすすめということでしょうか？各企業さんのプロモーションに合わせて相性のいい媒体というところがございますので、検索だったら Google や LINE さんの Yahoo 広告、やっぱり SNS 広告だとするとあのインスタグラムが非常に相性良かったりとか、あの最近はあの TikTok 広告を使っている会社さんも非常に増えていたりもするので、そこはぜひあの自社に合ったものを選んでいただくところからだと思います。今のお話ですと設定した後の運用が AI に任せて少し手間が減ったというお話でしたけれども、設定が少し楽になるとか、はい、あとはクリエイティブをこう AI が作ってくれるとか、そういった事例はございますでしょうか？設定が非常にあの簡単になるというところは、あのやはりこう細かく設定せずにあの AI で自動でですね振り分けてくれると
か配信してくれるっていうところなんで、おっしゃる通りです。今実際に画像とかクリエイティブについてもAI で自動で作るというところについてはありますが、まだ三角なところも実態としてはありまして、うん、例えばですけれども、まあ、Google さんとか先ほどお話出ましたけれども、日本語での対応にまだまだ課題を抱えていたりとか、どうしてもこう企業としてこういうクリエイティブ出したいっていう思いが実現できるようなですね、プロンプトが出来上がってなかったりなんていうこともあるので、まあ、ここは未来に向けては非常に期待したいところですけれども、上手にこう人が介在すべきところ、それから AI を活用すべきところっていうところを使い分けてる会社さんがうまくいってる印象でございます。今後より多くの方が気軽にではないですけど AI を用いて広告が運用できるようになる時代が来るということでしょうか。はい、もうすでにそこは来ているという認識なので、まあ、よく AI に仕事が奪われるみたいな話があると思うんですけれども、まあ、AI を上手に使っている人こそですね、より良い仕事をしていくということなんじゃないかなと思いますので、企業様の中でですね、広告担当されている方におかれましては、まあ、AI は無視して取れないかなというふうに思ってます。生成 AI のビジネス活用時流予測レポートを配布しております。ご興味のある方は概要欄の無料ダウンロードレポートをご覧ください。本日は沖山さんに AI を用いて広告を運用する方法について解説いただきました。沖山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは船井流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。